左から順に、フィンランド、東西統一ドイツイギリスの選手団1964年、東京オリンピックの開会式は、東京オリンピック大会初日の1964年10月10日に、国立競技場で行われた、開会式。前日は、台風の接近により雨が降ったが、当日は抜けるような青空の秋晴れになった。開会式は、昭和天皇、皇順皇后をはじめ、 当時の皇太子や木人王、郎、皇太子妃、道子夫妻、成婚後10日と間もない日立宮正人新郎、日立宮日花子夫妻などの皇族が臨席し、病気静養中であった、当時の池田隼人内閣総理大臣や河野、一郎オリンピック担当大臣など、第三次、池田改造内閣の各閣僚、船田中州議員議長、重宗雄三議員議長、及びアベリー、 ブランデージ国際オリンピック委員会会長をはじめ IOC 委員及び各国の来賓らが出席して挙行された。参加94カ国7,060人の選手団が入場行進をした。開会式は以下の順序で行われた。オリンピックマーチの演奏に乗せて防衛大学校学生が国名のプラカードを持って先導しつつ各国選手団が入場した。 オリンピック発祥の地であるギリシャを先頭に英語のアルファベット順に入場し、キューバは日本の国旗である日の丸の小旗を振り、1952年のヘルシンキ大会以降しばらく組織された東西合同のドイツ選手団が行進曲海を越える握手に合わせて合同行進した。また、冷戦下で東西対立の厳しい国際情勢にありながら頭文字が 同じアルファベット U のため、アメリカ合衆国に続いて、ソビエト連邦が入場行進を行った。オリンピックマーチは最初のギリシャから演奏され、途中は世界的に認知された行進曲のメドレーになり、順番の最後に近づいた米ソ各選手団が入場した時は再びオリンピックマーチに戻って、最後の開催国の日本選手団の入場が、 終了するまで演奏された。昭和天皇はギリシャ選手団の入場から日本選手団の入場まで終始起立しこれを迎えた。また、一般客や招待された各国の外交団は日本選手団入場の際に開催国の選手団に敬意を表するために全員起立し選手団を迎えた。最後に入場した日本選手団が行進を終了し、これをもって 全3カ国の選手団が場内に整列した、待望久しい第18回オリンピック競技大会が本日より15日間にわたり開催されることになりましたことは誠に喜ばしい限りであります。あたかも本年は近代オリンピック復興70周年にあたりますので、これを記念し皆様と共に近代オリンピックの父、クーベルタン男爵のアリシヒの声を傾聴して、 市の偉業を追想したいと存じますオリンピック、東京大会は、アジアで開催される初めての大会でありますが、幸いこれまでにない多数の選手団の参加を見ました。ことは誠にご同型に耐えない次第であります。願わくは、オリンピック精神にのっとり、正々堂々たる競技が展開されることを期待して、やみません。最後に、ここにおられる国際オリンピック委員会のアベリー。 ブランデージ会長から天皇陛下に第18回オリンピック競技大会の開会宣言を賜りますようお願いしていただきたくご依頼申し上げます。私は1896年ピエールドクーベルタン男爵によって復活された近代オリンピックの第18回競技大会の開会宣言をここに謹んで天皇陛下にお願い申し上げます第十八回近代オリンピアードを祝い。 ここにオリンピック東京大会の開会を宣言します。先生。私はすべての競技者の名において、オリンピック競技大会の規約を尊重し、スポーツの栄光とチームの名誉のため、真のスポーツマン精神を持って大会に参加することを誓います。選手代表、小野隆史。 聖火の最終ランナーが、堺義則に選出された理由は、広島への原爆投下の日の1945年8月6日に、広島県三好市で生まれたこと、陸上競技選手であることから、その平和の象徴とされたからである。オリンピックリポーターとして、新聞特派員記者を担当した作家の三島幸男は、聖火台に、向こう堺選手を、日本の青春の簡素な、 爽やかさが結晶した姿と表現し、以下のようにレポートした。彼の主体には、権力の補定腹や、金剣のハゲ頭が、どんなに逆立ちしても及ばぬところの、みずみずし若さによる、日本支配の脅しが見られた。この数分間だけでも、全日本は青春によって代表されたのだつた坂井君は、緑の階段を登り切り、聖火台の傍らに立つて、 聖花の右手を高く掲げた。その時の彼の表情には、人間が、すべての人間の上に立たなければならぬ時に、仕方なしに浮かべる微笑が浮かんでいるように思われた。そこは、人間世界で一番高い場所で、ヒマラヤよりもつと高いのだ。彼が右手に聖花を高く掲げた時、その白煙に巻かれた胸の日の丸は、おそらく誰の目にも染みたと思うが、こういう感情は誇張せずに、 そのままそっとしておけばいいことだ。日の丸のその色と形が何かある特別な瞬間に我々の心に何かを呼び覚ましてもそれについて叫び出したり演説したりする必要は何もない。三島由紀を東洋と西洋を結ぶ日、開会式この開会式の模様は日本では NHK をはじめとするテレビラジオ各局で生中継された。認知 VTR に カラー映像で録画された開会式の模様が NHK アーカイブスに保存されている。また、通信衛星シンコム3号を利用して全世界に衛星星中継され、アメリカでは NBC、イギリスでは BBC で放送された。これは五輪史上初の同時中継であった。テレビ実況を担当した NHK の北出聖五郎アナウンサーは冒頭で 世界中の青空を全部東京に持ってきてしまったような素晴らしい秋日和でございます。と述べ、また、ラジオ実況を担当した鈴木文也アナウンサーは、式典の最初のオリンピック序曲の演奏が始まると、東から、西から、南から、北から、海を越えて空を飛んで、世界のアコードが、世界のスポーツマンが東京に集まってきました。と述べた。なお、 一川根監督の記録映画で開会式の場面に流れる音声はラジオ実況を担当した鈴木文也アナウンサーの声であるが、これは当日実況したものではなく映画用に後で録音したものである。ありがとうございます。